どうもどうも、シャケをとってもない、シャケトリックマン、シャケとはね、本日はなんだどうも、こちら、じゃじゃん、パウズ&ドラゴンズ、旅立ちの時とはね、こちら、発売日にね、ちゃんと買ってきましたよ。もうね、仕事、打ち合わせと打ち合わせの合間にね、頑張って見つけてきました。なかなか見つからなくて。おーおー、なるほどね。まず開けるとなぜかこの中に1個入ってました。偶然かもしれませんが、でこういう形なんですね。なんかかっこいいな。ちょっと店頭ではこれさ、店員さんこれ開けるとき慎重だろうな。何の心配をしてるのか俺は分からんけど、はい、というね、箱の上の方をねこうやってね立たせてみました。本来であればね、店頭でこうやって置いてあるんだろうけども、まあ、いかんせん売り切れだったね、どこも。なんかこういう風に置いてあるのは見たことありません。で、改めて、中はね、こういう風にあって、これ、切り取れるみたいですね、ここ。なので、店頭とかでは切り取って、これを、ここの丸いところを、穴があるんで、ここに、あのね、こう通して、こう、どのブースターを選ぼうかっていう時に使うやつが、こう箱についてるわけなんですね。で、中にはこうやって、ブースターパック入ってますと。はい。中には、ウルトラレアが全4種、スーパーレアが12種、レアが30種で、コモンが75種ということで、まあ、1枚1枚見ていきますが、まだね、何が強いのかもよくわかんないんで、とりあえずね、まあ、どうしようかな、スーパーレアでも反応すべきなのかな。あ、怖え。まとめてやろうと思ったけど怖え。俺にそんな技術は果たしてあるのか。いや大丈夫、いけるいける。よいしょ。まずは1パックだけ見ていきましょう。ちゃんとよいしょ。おお、バルキリー。え、コモンなの、バルキリーで。はい。続いて、ホーリードラゴン。そして、ドロップ変化、木。お、これレアっぽくない？輝いてます。次のカード見えちゃってるけど、キューピッド。で、これ何？どこに書いてあるの？レアかどうかって。コモンか。あ、これレアだ。R って書いてあった。このちょっと名前とか一部、輝いてるのがレアですね、普通の。いいね、いいね。もう一気に、開けたので、見ちゃいましょう。見ていきましょう。よいしょ。さあ、キュア。ホーリードラゴン、セイレーン、お、お、スーパーレア、カオスドラゴンナイト、かっこいい。スーパーレアになるとこうやってカード全体が輝いてますね。なるほど。で、ハーディス、うわちょっとね、間が落ちちゃったんですけども、クーフーリン、クーフーリンがコモンなんだ。ヴィーナスで、ヘビーメタルドラゴン、レア、ヘビーメタレアなんだね。ブラキオス、ドラップ変化かな。で、カオスドラゴンだね。あ、カオスじゃない、デビルドラゴンだね。で、プレシオス、これゴブリンかな？あ、威嚇、スキルか。お、ドラゴンジョーカー、レア。で、フェリオ、遅い、進化。フェアリオン、アースドラゴン、これは、サファリか。お、エキドナさん、レア。グレンの女帝エキドナがレアですね。
で、お、バーオキー。あ、バルキーじゃない、バルキューレ。で、ルビリと、プレシール、お、バーオキー。バーオキーがコモンって。おー、グラビトンアースドラゴン、スーパーレア。スーパーレア2枚目ですね。お、金の卵。なんかめっちゃ嬉しいんだけど。ヴァンファイアロード。オーロラドラゴン。ドロップ変化の日。海王神ネプチューン、レアですね。セレス。アルラウネ。ティラノス。トパリ。トパリと飛ばしてもうた。で、エルドラド。かっこいい。レアなんだね、エルドラド。かっこいいね。で、プレシー。フェドラ。グリーンドラゴン。アメリット。ラガブーリン。レキリューか。レキリューシリーズね。ブリザードブレス。スキルですね。ジャークドラゴンナイト。プレシール。まあ、ちょいちょい被ってくるね。キュアー。おお、ゼウス、レアなんだ。で、ハーデス。はい、今のところもうこれ全部で、な、30パック入りかな？一箱。ワンボックス、20パックしかないんだ。10パック開けて、今のところ、スーパーレアが2枚。結構ウルトラ、スーパーレア自体もなかなか出ないものだな。ウルトラなんて相当出ないんじゃない？これも、今度はもう一箱どっかで見つけて買ってこようかな。ちょっとね、ウルトラ1枚ぐらい出さないと、納得いかないよね。動画を見てくれてありがとう。PC の方は画面のこちらをクリックして、チャンネル登録してください。スマートフォンの方は登録ボタンか、動画説明文の中にあるリンクをクリック。これからも、サゲクマチャンネルをよろしく。たまらんな。